ロバート・ミリガンは、イギリス・スコットランドの実業家、選手、奴隷仲外人。ロンドンの西インド埠頭の建設を主導した人物。営業ジャマイカの砂糖プランテーションを所有する裕福な家庭に育つ。1779年にジャマイカを去り、ロンドンに住み始めた。しばらくハムステッドで暮らした。1809年に死去した時には、ケリッツとマミーガリーと呼ばれる。 ジャマイカの砂糖プランテーションで526人の奴隷を所有していた。1802年の西インドふ頭を描いた絵画ロンドンの川沿いの鳩場の盗難と遅延による損失に起こっていたミリガンは西インドふ頭を建設する計画に参加していた実業家のリーダー的存在となった。西インドふ頭は21年間砂糖やラム、コーヒーなどの西インド諸島の生産物のロンドンへの 輸入に独占権を持った。1800年7月に不当の提訴があり、ミリガンは西インド不当会社の副社長となった。ミリガンと政界の強い結びつきは式典に出席したものから明らかだった。首相のウィリアム・ピット、大法官の初代ラフバラー男爵アレクサンダー・ウェダーバーンらである。不当は正式には2年後の1802年8月から開かれた。 ミリガンは後に西インド不当会社の社長も務めた。2020年6月9日まで経っていたロンドンドックランズ博物館前のミリガン像1809年5月にロンドンドックランズ博物館前にリチャード・ウェスト・マコット作成のミリガンの像が建てられた。ジョージ・フロイドの死を発端に始まった人種差別反対運動でエドワード・コルストンの像が倒されたのに続き、 2020年6月9日にタワーハムレッツクが人々の要望に応えてとしてミリガンの像を撤去した。ありがとうございます。